はい皆さんこんにちはレック専任講師の荒川修一です、えー、これよりですねあの今年度から始まります新しい記述式のインプット講座、えー、記述基礎力ボトムアップ講座こちらのご説明あの少し30分ほどお時間をいただいてさせていただこうかと思います、えー、今回もよろしくお願いいたします はい、えー、ということで、まあ、今年度から始まる新しい講座ということで、まあ、あのどういった位置づけの講座であるのかとかねあとは講義の中身どのような形で進んでいくのかあの簡単ではありますがこれからご説明をさせていただきたいと思います。えー、そうしましままたらまず最初はですね えー、パンフレットの方からですねあの少し講座の概略ということでお話をさせていただこうかと思います、えー、とパンフロパンフレットで言いますとこの記述ボトムアップ合格パックという中に含まれている講座で記述基礎力ボトムアップ講座というこう全24回の講座になっておりますがもうちょっと聞きましょうかね位置付けとしては まず8月からそうですね8月9月かけて、まあ、インプットをした上で記述のですねその後アウトプット生鮮とうれんの品質,論品質論点記述編から実力要請編そして、まあ、いつも通り、えー 4月になってファイナル編という形模試を挟んで、えー、少子試験の本番ということで進んでいくわけなんですがその一番最初に行われる品質論点記述編といわれるこの答練ですね、えー、これ記述の答練なんですがそれよりも前。 えー、だいたいこのぐらいずつしてくと見えますかね、えー、ちょうど8月頭からスタートしてこの品質論点記述編がスタートする前までに終わるようなスケジュールで組まれている講座になりますはいですのでまず位置づけとしてはあのます、あ 記述式の学習をまた今年度新たに始められるという方で、まあ、今まではあの特にね択一の勉強はしっかりこうある程度やれていたんだけれども例えば初年度、えー、初級講座を受講された方でなかなか記述までは手が回らなかったであるとかあるいはなんとなく記述対策、えー、ご自身でやってみてはいるんだけれどもやるあるいはいたんだけれども、まあ、どうしてもちょっとこう,うまく勘どころがつかめないということで、まあ、記述式もう少しそのただ演習をするだけ ではなくて少しこうインプットという部分であのやってみたいという方、こういう方に対してのお勧すすめの講座ということになっております。であとは、えー、そうですねあの内容といったところなんですがパンフレット後ろの方ですね、えー、こちらにちょっと映りますかね。はいパンフレット後ろの方にも、えー、そうですねあの詳細な説明ということで。 記述基礎力ボトムアップ講座、まあ、ゼロから始める技術対策というようなことで書いてありますけれども、まあ、まず回数24回ということですから不動産登記法法商業それでですねまずスケジュール的なところを言うとこのポイント3というところに書いてあるのでちょっとこちらを使ってご説明させていただこうと思いますが。 まあ本講座以下の流れで進んでいきますということで全12回の中の1回目はどちらかというと導入編ですね記述式の問題ってやっぱりどういうふうにそもそもあの構成されているのかその中で何を気にしなければいけないのかなんていうかなりこうベーシックな部分あのどちらかというと各 知識というよりはもう少し考え方ですとか、えー、最初に前提として知っておきたいことをこのような内容を確認していただくまた12回目今ご説明していたのが第1回ですねそして12回目こちらになりますと今度は実際の答弁問題を、まあ、一緒に解いていくという形、えー、ご,ご提示してますけれども。 まあこちらは大体そうですね3問程度え過去のレックで出た当連の問題を皆さんにえ事前にお渡しをしておきます。ですのでまああのそれを解いてきて解いていただいた後であとは私の方から解説講義をえしていくような形でそれもどちらかというとまあ答えが何でこうなるかというのもそうなんですけれども解き方ですよねあるいは問題文をどのようにえ見ていたかまチェックをどこに入れていたかとかそのようなえポイントを中心にまあどこ どうやってしっかり情報を読み取っていくべきだったのかなんていうことを中心にご説明していきたいと思っていますので、まあ、あのそれまでの11回分で、えー、皆さんが獲得した知識をどうやって実際の記述式の問題に当てはめていけばいいのかというトレーニングになろうかと思います。もう少し見てみますね、はい、ということで今が12回目の説明そして1回目はもう少しあの基本的なところというか。 ね、あの概略を見ていくそして、まあ、具体的には2回目から11回目までの全10回かけてここが知識のインプットプラス、まあ、その確認という意味でのアウトプットということで構成されていくというふうに考えていただければいいんですが、まあ、具体的にどのような形で進んでいくかということなんですけれどもえパンフレット隣に書いてありますポイントの2ですね「知識を講義で入れる問題で解いて使う」ということで書いてありますけれども。 まあここに書いてある通りえ「本講座では基準点突破に必要な知識をま,まず選びましたと」とあ,あまりこう欲張って全部の知識を最初から頭に入れようとするとなかなか息切れをしてしまったりこう,う,うまくね最後まで学習が続けられなかったなんていうことが出てしまってはいけませんのである程度記述式でよく出ている問題こちらに絞って お話をしていくことになりますですのででのまずは知識面ということで講義の中でインプット、まあ、皆さんが今まで受けてこられたような知識のインプットをまずこうテキストをベースにこう確認いただきながら私がテキストの内容をご説明していくというフェーズが入ります。そそしてその後 じゃあ,あの聞いていただいたお話を確認するという上でじゃあ演習問題を解いていただくこれも演習問題も事前に皆さんにお渡しをしておきますのでその問題をえ解いていただくそしてそれで解いていただいた後にまた皆さんの方でじゃあ,あの実際に今直前でテキストで確認した内容とどう結びつくのかあるいはどの辺りを気にしていなければいけなかったのかという内容を見ていただきたいということで構成していきます。ででですすので、まあ、イメージとしてはなんですが 基本的な講義の進み方というものはこんな感じです。ちょっと移しますね。ちょっとこんな感じです。まず知識を確認するねこれがテキストを使ったインプットだというふうに考えてください。でその後にじゃそのすぐ今 テキストで確認した論点、こちらに絞って、私の方から第何問を解いてくださいという形で問題番号を指定していきますので、それで問題を解く、ここ、知識をキインプットしてすぐアウトプットすることで、具体的にどのような点に気をつけてインプットをしておかなければいけなかったかというのが分かっていただけると思います。それで問題演習が終わったら、そのタイミングで今度またあの私の方でじゃあ具体的に本問を解く上ではということで、 最初に確認していた知識をフィードバックしていくような形で具体的にどの辺りを気をつけなければいけなかったかあるいは問題文からどのような内容を読み取って今回確認した知識に当てはめていく必要があったかというようなお話をしていくこのサイクルをぐる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 繰り返していくことになります。 はいですから、えー、講義の進み方としては、えー、例えば何時間かまとめてインプット講義をした後にアウトプットの時間を設けるというスタイルはと取らないことになります適度例えば数ページ2,3ページある論点の塊をご説明したらそこで一旦、えー、映像としては止めてくださいということでご指示しましてそこで皆さんは 具体的に問題をいいていただくその間は、まあ、あの通信講座でですすから映像を止めておくイメージですよねそれで皆さんの方で、まあ、解き終わったらもう一回映像を再開していただいてそうすると私の方では皆さんが、えー、指示した問題を解き終わったという前提のもとその置、えー、いていただいた問題に対する解説であるとか、えー、その事前に確認していただいてた知識面とのリンク付けをしていくということをこれを繰り返しやっていきますので。 もしあのかあのまとめた時間です、ね、3時間きっちり取りきることができないということであればその演習なり解説の切れ目切れ目で映像を止めていただいて、まあ、細切れ学習という形で対応いただくことも可能かなというふうに思っておりますのでえ、まあ、あの細かいというかね一つ一つこうあまり、えー、単位を大きくしない。こう たくさん論点を頭に入れすぎてしまうと一体何を聞きたかったのかなというのが何を確認すればよかったのかなということをこの辺りがあの分かりにくくなってしまいますのでかなり論点としては切れ目え切れ目切れ目で問題を入れていくというスタイルといいますのでここは細切れ学習ね細切れ時間を使ったあのー 隙間時間の有効なね活用の仕方ということで捉えていただいてもよろしいかと思いますそれで実際もう少ししたらあの問題なりテキストの一部を抜粋したものがありますのでその内容を見ていただきつつ まあ実際の講義のイメージというのを思い浮かべていただければいいと思うんですが、まあ、本門、まあ、本問というか今回の講義の中で特に不動産登記法を題材にしてこれから模擬講義のようなイメージ少し見ていただこうとは思っておりますが。 ポイントとして押さえてえいいたただきたいこと、まあ、この講義で特に不動産投機記述、えー、対策ということで何をえ考えておかなければいけないのかそのポイントになるようなところですねこちらをまずご説明した上で講義内容の方を見ていただきたいと思います。ということで、まあ、この講義でかなりの時間、まあ、ポイントとしてこのキーワードを使うことが多くなるかと思いますけれども。 回答の骨格という言い方をしますつまり、まあ、あの問題を答えていく上で何を外しちゃいけないのかということをお伝えしていくつもりでいます。 まあ、つまり、えーまあ、パンフレットには書いてありますけれどもただひな形だけを押さえていればひな形をしっかり押さえていれば記述式の問題点が取れるのかというところですねこの命題に、えー、答えていきたいなというふうに思っていきますので、まあ、ただひな、えー、形だけ覚えてるだけでは実際あのなかなか点数につながらないんだよなというふうに、えー、悩んでいらっしゃる方も多いと思うので、まあ、そこに対するの私の考える一つの答えということで。 この3つのポイントをしっかり意識していただいてまず物事を考えるんだということね。この辺りを意識していただきたいなというふうに思っていますつまり最終的には何の登記まあ、例えば所有権移転登記でも所有権保存登記でもいいんですがあるいは保存登記をしてから移転登記という流れになるのかもしれませんが何の登記をどの順番で何件申請するのかまず このポイントがしっかり読み取れていないといくら正確に雛形を押さえていたとしてもなかなか点数にはつながらない。逆に言うと今見ていただいているポイントを外さなければ十分。たとえ少し雛形の知識が雛形の知識があの抜けてしまっていた状態だったとしても大崩れはしないということにつながっていこうかと思います。 つまり雛形の知識は最終的には必要になるんだけれどもそれよりもっと手前で皆さんは押さえておくべき内容がありますよということなので雛形の暗記にこうあまり力を割くという講義ではなくてその前提となるところの情報をどうやって処理するかというお話を、えー、多めにしていきたいと思っています。まあ、見てていいいたただだけけれればこれもイメージすすぐ湧いていただけると思うんですが 結局ひなが重要になるというのはこう階層でいうとかなり上の階層ですよということです。それまでにもちゃんと問題文を読み取らなければいけないですし実体的判断手続き的判断、まあ、この辺りで実体的判断手続き的判断この辺りで先ほど言っていた何の登記をどんな登記を何件申請するのかまずこのベースが見えてくるということです。こちらね。 はい、このベースまずこの何の登記をどの順序で何件申請するかこのポイントをしっかり捉えた上でこれでやっとまなすべき登記が確定したという言い方になるでしょうかで初めてこの判断を加えて何の登記を何件申請すればいいんだ例えば所有権移転の次に抵当権設定をすればいいんだって分かったらあと初めて 雛形型に対して当てはめていって回答が確定するということになりますのでどちらかというと重視したいのは雛形型の内容もそうですけれどもその手前この下から2段目3段目実体的判断あるいは手続き的判断をしてどの雛形型を使えばいいんだろうかという点。 こちらに結びつけるところまでを重視した講義を展開していこうと思っておりますのでまあ、そのつもりで聞いていただければ受講いただければよろしいということになりますそうしましたらここでちょうど半分ぐらい時間が終わりましたのでこの後、まあ、残り15分程度になりますけれども実際の講義のイメージというところを見ていただきたいと思います まずはパンフレットでいうと第1回の内容に、えー、当てはまりますけれどもまあ、総論的な内容ということでまずちょっと見ていただきたいと思いますテキストの抜粋を画面に映す形で見ていただきますのでまずその画面を見ながら私がコメントを入れていきますのでまあ実際には皆さんはテキストを見ながら私の講義を聞いているような、えー、イメージをしていただいて、えー、聞いていただければと思います はいということでまずは、えー、テキストを実際にご提供するテキストの1ページ目になりますけれども「まあ、記述式問題の概要」ということで、まあ、あの当然もう試験を受けたことがあるという方であればご存知だと思うんですが、まあ、記述式の試験ね、えー、見ていくとまずは問題文を読んで、まあ、事実関係だったり別紙だったりを読んだ上で順番としてはこの順番で 物事を処理していくことになります先ほどピラミッドのような図でも見ていただきましたけれどもまずは事実関係をししっかかり把握整理していいいななけければいけないでその次になすべき登記さっき言ってた何の登記を何件どの順番で申請するか決めてその後初めてひな型を使って答えを決めて回答用紙に書いていくんだとこの順番でまず問題を解くんだということを改めて思い出していただきたいと思います。 まあ、つまりあのいきなりねこ特に時間がありませんからひな形、ね、あの思い出したひな形ですぐ書かなくちゃ時間がないからどんどん書かなければあの間に合わなくなってしまうという思いに駆られてしまうんですけれどもそこで少し待っていただいて今、えー、見ていただいたステップを、ね、踏んで答えを出す癖をつけていただきたいと思います。もも、もううう少少ししししし言葉に直してて、みままますすけれどもそうすると、ま、ずは事実関係を整理きか。 その上でなすべき登記を決めるんですけれども決める中では事実関係がまずそもそも例えば売買やるよ売買,に売買を売買契約をしますよって言っているんだけど本当にその売買契約成立してるのかなということをまず考えなければいけませんしじゃあその上で売買契約所有権 土地なり建物不動産の売買契約が成り立っていたとするとじゃあいつでも所有権移転登記を1件入れればいいのかというわけではありませんでしたよね。なのでどんな登記を何の登記申請をどの順番で何件申請するのかなんていうのが重要になってくる。こここここでで初初めめててやることが決まったら、じゃあ最後は初めてここでひな形の知識を、 頭から引っ張り出してそのひな形の知識をもとに正しい答えを作って回答欄を埋めていくとこのような流れになっていくんだということです、まあ、ですからはい上記を踏まえてということになりますが結論としての申請情報の様式つまりひな形だけを暗記しているだけでは、まあ、残念ながらなかなか 点数を高く取ることは難しいやっぱりこの今見ていただいた判断の順序に従ってそもそも何の登記を申請しなければいけないのかっていうのをしっかり判断することがひな型を抑えている手前でもう少し重要な情報あ重要な知識になってくるということにつながります。 はいということでこのような背景を理解していただいた上でじゃあ次は具体的にまあ、な形ひな形ってもいっぱいあるじゃないですか,だかその中でひな形をじゃあ全部覚えてなければ最終的にダメなのかということでもないと思ってますもう少し雛な形と言われている世の中に出ている雛な形をもう少しこう類型化したような形でまず把握していただいて実際にえー使うことを考えていただきたいということで例えばということでまあ今回はね 陶器のととといううことで、もうちょっとざっっざくりししたた。イメージを作ってみました例えば権利が発生する局面ですとか権利が変更する局面ということで例えば権利が発生したでも所有権の場合と所有権以外の場合では形が違う、えー、っと今回は所有権についてお話をしていきたいと思いますので権利が発生した発生した権利が所有権だったら例えば保存類型の登記を使う。 あるいは権利が変更したでも主体の変更つまり今まで主体が A だったのに B になったつまり権利が移転したイメージで言うと使う登記の類型は共同申請でやる場合もあるでしょうし、まあ、単独一人の、ね、申請人から申請することができるなんていうケースが出てくると思いますのでまずこうざっくり。 どんな動きをしてどんな投球を入れなきゃいけないのかこの大きくここに言うと大体9個ぐらい累計を出しているんですけれどもこの累計のどれに当てはまるのかというのをまず判断していただきたいなということで9つぐらいパターンを用意してあるということになります。 でこのパターンが具体的にどのような形なのということで今は所有権に関してちょっと今回お話をしましょうということで所有権に関する保存であるとか共同で移転していく主体を変えていくあるいは単独、ね、単独の人から主体を変えていくなんていうことをお話ししましたのでもう少しじゃどんな類型というふうにイメージしているのかというのを見ていただきましょうか。そうすると例えば保存 という類型ですけれども具体的には、まあ、所有権が新たに発生した場合にこの類型に該当しますよなんていうことで保存の類型使うことができるる人たちが限定されているといとうお話をしますでその後で具体的にこれがひな型のさらに元の形というかひな型のさらにこう何て言うんですかねこう抽象化したようなイメージということになるでしょうけれども所有権の保存ですから目的があるそして所有権 取得した所有者も書かななきゃいけないけその後に、まあとに税金もかけていくけれどもその中で所有者は自分が所有者であることを証明する情報というのをこれをえつけて、えー、なんとか自分が所有者である旨の登記を入れたい所有権保存の場合はこういった形でざっくり言うと累計化されている。 ね、あの形になりますただこの例外として、まあ、あの今日は触れられませんけれども例えば敷地権付区分建物であれば同じように保存の類型なんだけれどもこう原因日付が出てきてたりであるとか登記原因証明情報っていうのを考えなければいけない形になっていく。ね、このようにまずはざっくりした形でどんな えー雰囲気で陶器のまひな型が出来上がるのかそのひな型の更に元になるパターン陶器の類型という言葉を使いますけれどもまあこういうのを見ていただくあとは例えば本文でいうと今回でいうと共同移転まあいわゆる所有権移転のイメージですよね権利の主体である権利者が入れ替わる変更が発生したで相続とか合併じゃなければというのをちょっと見てみたいと思いますけれどもそうするとここですね。 まあ、所有権移転のイメージしていただければいいと思うんですけれども登記の目的で登記原因およびその日付も書いて権利者義務者に当事者が関与する中で義務者が登記識別情報を出す形で登記の申請を担保していくイメージ。こんなモデル図で、えー 形がが出来上がってるなのであとは実際にもしひな型を忘れてしまったとしてもこのモデル図を思い出すもっていうと共同移転、まあ、あるいはその、えー、対局にあるような単独一人でやる移転なのかなんていうところまで何とか、えー、思い出すあるいは導き出していただければあとは、まあ、このモデル図に当てはめてやりたいこと、ね、どんなことをしたいんだというのを書いていただければある程度 ひな型が頭にきっちり入っていなかったとしても逆に対応することができるのかなという話になっていこうかと思います。 はいということでこのようなお話を、まあ、講義でいうと第1回目でさせていただいて少し頭の中、えー、不動産投記の記述式の学習をする時にどんなことを頭に入れておかなければいけないのかなんていう話をさせていただくことになります。でその後2回目以降、えー、格論のような形で進めていくわけなんですがそうしましたらまずは、えー、今回はそうですねまず一番分かりやすそうな形ということで売買に関してお話を進めてみたいと思います。 例えば売買のフェーズでどのような講義スタイルになるかといいますと、まあ、まずは事実関係となすべき登記ということで大きく、まあ、説明が分かれてくる、ね、事実関係としてどんなことが起きたら売買による登記をすることになるのかそしてその場合にやらなければいけない登記は何なのかなんていう説明を加えていくことになります。 例えば売買であれば、まあ、これは皆さん、えー、もう十分ご存じな内容だと思いますけれども、まあ、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し相手方がその代金を支払うことを約束することによって効力が生じる特に特定物の売買不動産の場合でも特定物の売買に該当するかと思いますけれどもこの場合は契約成立時に所有権が移転するのは原則であるがその上で。 判例は当事者間で所有権移転のの時期の特約、ね、例えば所有権は平成何年何月何日に移転あるいは所有権は売買の代金支払いと同時に移転するものとするなんていうことを決めたらその特約に従って所有権が移転するでその場合原因としては基本的には売買という原因を使うんだということそして 具体的な原因の日付何を入れていけばいいのかということなんですが先ほどのお話を踏まえて例えば原則的には売買契約が成立した日つまり原則はお金を払った日じゃないということですよね。よく見ていただくと財産権を相手方に移転することを約束して 相手方がその代金を支払うお金を払います優勝ですよということを約束するだけで効力が生じてしまうので具体的にお金が支払われることまでは原則的には要求していない、まあ、だからこそ「でもそれじゃあ」ということで所有権移転時期の特約で例えば売買代金全額の支払い等というのを条件にすることが実際は多いんだというような形になります。 まずこのような形で知識面を整理していただいてこのようなお話を聞いていただいたらじゃあ実際に問題としてはどのようなタイプの問題が想定できるのかということでここで一旦映像を止めていただいて問題をを解いいいてくださいとというご指示すすることになります本文ねまず持ってきましたので例えば「問題を解いてください」って言われたら皆さんはどんな問題を解くことになるのかちょっとそれを見てみたいと思います。 はいといととうことで、まあ、トレーニング問題ということですけれどもこのような形で、まあ、登記記録を示すような形から事実関係あるいは場合によって別紙を見ていただくようなイメージで問題は構成されていいるととうことです、まあ、本問については、まあ、ざっくり言ってしまいますと建物で表題部だけではなく権利部がある状態所有権保存がもうすでに X 名義でされている状態からお話がスタートして。 5月1日に Y は X との間で高建物を代金2,500万円で買い受ける旨の契約を締結した、ね、でこの場合その,あその際に X と Y は本件不動産の所有権は Y が代金の支払いを完了したときに X から Y に移転する旨の特約をしましたそして5月10日に売買代金全額を支払いましたと。例えばこのような問題を皆さんに解いていただくわけです。 そして、まあ、解いていただくと、まあ、後ろに当然回答答えがついているわけなんですがこの答えについても本来だったら、まあね、この申請書記載例というような形で見ていただけるように、まあ、売買によよる所有権移転、まあ、一番ベーシックな雛形ですよねこのような形を、えー、回答を要求することになると思うんですが、まあ、私の講義の場合ですともう少し手前なすべき登記ということでどちらかというとまずは「 申請書記載例ここまでたどり着けなかったとしてもなすべき登記こちらをしっかりまず導き出していただきたいという形で進めていこうと考えております。ですので今の問題を見てやんなきゃいけないことは高建物の所有権について5月10日です契約した日がもっと前でしたよね。 契約した日は5月1日だったと思いますけれども5月1日ではなくて5月10日売買を原因として X から Y への所有権が全部移転する登記をしたいだからこそ結論としては所有権移転登記の雛形を使うことになりますよというお話このあたりつまりなすべき登記までは少なくともしっかり導き出していただきたいということでお話をしていきますその最終的な結論としてこのね、えー ひな形に当てはめた形も提示はしておきますけれども皆さんに見つけてほしいのはこんな形、ね、を見つけていただきたいということになります。なすすべききを見つけててていいいいいたただくとととうことに注力していきたいと思っていますですので逆に言うと同じような事実関係であったとしても、はい、見ていただきますけれども同じようなお話ね この5月1日に売買しましたまた、あ、ちょっと小さくて申し訳ないですね5月1日に売買しましたそして、えー、代金支払いがあった時に x から y に移転する旨の合意をしていた5月10日にね売買代金を支払ったっていう問題だったとしても、まあね、このように保存登記がされている状況だったらいいんですけれどこれが例えば。 ちょっと日付のね関係は6月1日売買の6月10日支払いですけれどもこんな形で権利部が設けられていないような出題だったら。 今まで、えー、考えなければいけない事実関係は同じですけれども、えー、物件の状態が違う不動産の状態が型や保存登記までされているかあるいは保存登記もされてない表題部だけの状態かということになると当然答えが変わってくるわけです。そうするとそうすると例えば2個目に見ていただいた保存登記がまだされていない状況だったとするならばなすべき登記っていうのはまず X を名義人とする保存登記をした上で売買による移転登記つまり2件の申請に変わるということになります。 まあこのように問題文の事実関係が同じだったとしてもその事例設定不動産の状況が違うだけで答えを出さなければいけない、まあ、なすべき登記というね何どの登記を何件どの順番で申請しなければいけないかというのが変わってきますので、まあ、この辺りどういう考え方をして紐解いていけばいいのかというのを皆さんにお伝えしたいなというのがこの講義のメインの論点ということになっていきます。 でですので皆さんの中ではまず講義の中でどうやって解けばいいのかなというのをしっかりあの聞き取っていただいてでそれをもとに問題を解いていただいてねあの見つけられなかった今回はなかなか判断できなかったという方であればその後振り返りの時間を必ず作るつまり解説の時間を作りますからここでもう一回知識を確認してどんなところを気をつけなければいけなかったんだよというようなお話をしていきますので繰り返し繰り返し同じ知識のどのポイントが大事になるか るるかを確認いいただくこことととができるということになります、まあ、ちなみにですけれども先ほどのお話ですと、ね、2つ、えー、のお話でしたが結局のところね工区に権利の登記があるかないかであるないということでそれぞれ、えー、なすべき登記が違ってきますよというご説明をした上で解いていただくことになりますので、まあ、このようなねあのポイントとなる判断のポイントとなるような点も示しながら問題を解いていただいて。 知識を確認具体的にアウトプットを通して知識を確認していただくというこの繰り返しをしていただく予定でおりますので、まあ、あの知識の定着率というものあとは、えー ちっちゃい問題ではありますちちっちゃい事例ではありますけれども卓一ではないこう記述式の問題に即したような形での出題を多く目にすることになりますからいわゆる目が慣れててくるるとといいいううう効果も、えー、皆さんにには期待できるのかなというふうに思っています、まあ、あの後半15分ぐらいしか時間がありませんでしたので、まあ、ざっくりしたご説明に終始したところはありましたが今のような内容でこれが売買が贈与に変わり贈与がまた別の話相続に変わりあるいは所有権が抵当権に変わり値抵当権に変わりということでこれで 進め方としては同じような形で進めていくことになりますのでかなりこう記述式の問題を解くためにどんなポイントを、えー、押さえておかなければいけないかという点に特化して、えー、確認をしていただくことができるかと思っております。あの時間の方が少なかったのでなかなかもう少しねイメージをお伝えできれば良かったかなと思うんですがまあ、こういったスタイルで進んでいきますのでご興味持たれた方はぜひあの受講の方をしていただけるとありがたいなというふうに思っております。 はい、それではこの辺りで、まあ、30分ほどということでお時間頂戴しておりましたが少しでも23分過ぎている状況ですのでこの辺りで、えー、講義のご説明終了としたいと思いますそれでは、えー、と今回ご説明させていただきましたのが「記述基礎力ボトムアップ講座」という講座を含んだ、えー、トーレンパックですね「記述ボトムアップ合格パック」のご説明、えー、簡単ですがさせていただきましたどうもお時間頂戴しましてありがとうございましたこのよにて、えー、ご説明の方終了といたしますお疲れ様でした